地下鉄丸太町駅から徒歩約3分。そこにはたくさんの親子の笑顔があふれていました。子ども未来館は保育園、幼稚園の垣根を越えて保育の質の向上を目指す共同機構として全国でも珍しい取り組みを行っています。ここでは子育てに関する悩みや不安を持った保護者の方々への支援を行っています。元気ランドは親子が一緒に遊ぶことができる子ども未来館で一番にぎやかな場所です。大きな遊具や木の砂場などがあり、のびのびと遊ぶことができます。実際に利用している方にお話を聞いてみました。そうですね、この子が歩くようになった時から来てるんですけど、だいたい月に1回ぐらい、平日とか、今日は日曜日ですけど、いろいろ平日、土日問わず来てます。靴脱いで上がれるんで、まだ赤ちゃんのお友達と行く時もなんか寝かせられたりもできるし、あとなんかおもちゃとかもすごく安全だし、こうクッションとか頭がぶつからないように安全になってるところがすごくいいので、なんか安心して遊べられるなと思って。もうここに入った瞬間にまず笑いますね、最初に。このスペースに入った瞬間に、はい。また元気ランドではボランティアさんが毎日ストリートオルガンの演奏をしています。活動されているボランティアさんにお話を聞いてみました。そりゃあんた笑ってくれたんことや、一番こう会いていくやろ、朝こんにちはおはよう、たらニコッと笑ってくれるから、泣くかえでしょ、子供は人見知りするからニコッと笑ってくれたらええー、な、あの笑顔はとっても好きやな。そうですね、楽しいことも多いんだけど、やっぱりどういうかな、子どもたちが勝手に走り回ったりとか喧嘩したりとか、そういうことをちょっと仲裁みたいなことがあったり、お母さんたちにちょっとこれ困りますよっていうようなことをどう伝えたらいいかっていうのは、やっぱりその時その時に困るというか気をつけてるところですね。すごい楽しいので、ぜひぜひ一緒にやってもらったらいいなと思います。自分のなんかな、研修もあってそれなりに大変だけど、自分にとっても勉強になることも多いので、できることならこういうのもやってみてもいいかなと思います。イベント、子ども未来館では定期的に親子で参加できるさまざまなイベントを開催しています。親子が自由に参加し、子育てについて気軽に話し合える井戸端会議、一緒に体を動かして親子の触れ合いの大切さやリフレッシュを目的とする子育てパワーアップ講座などを行っています。講座に参加したお母さんにお話を聞いてみました。久しぶりに運動できてすごいすっきりしました。今回初めてです。普段家で割と赤ちゃんと二人きりとかこもりがちだったんですけど、こうやって体を動かして楽しくやれてすごくリフレッシュできました。またお母さんだけでなく、お父さんのためのイベントも開催されています。ママのサポート、子ども未来館には子育てについて何でも相談ができる機能があります。カウンセラーがゆっくりお話を伺い、子育てのお手伝いをする対面での相談、乳幼児のアレルギーや発音、
健康に関して専門医等が相談に応じる健康相談、子育ての悩みについて電話で相談ができる子育てホットダイヤル、また子ども元気ランドでも保育の専門家が簡単な相談に応じています。子育てがつらい、うまくいかないと思ったとき、子どもが寝ない、食べない、泣き止まないといったとき、些細なことでも不安に思ったり悩んだりしたら気軽にご相談ください。最後に小児科医の先生でもある子ども未来館の館長にお話を聞いてみました。たくさんいろんな機能を持ってる館で、親御さんと子どもさんが楽しくいろんな授業を楽しんでいただく場、それから、いろんな図書館があるので、たくさん5本が3万冊ほどありますから、子育て図書館という名前のもとで、いろんな人に楽しんでいただくかなと思いますね。そうですね、学校へ行く前の子どもたち、0歳から6歳ぐらいの子どもたちが、お親御さんと来られて、いろんな授業を楽しんでいただくっていうのがまず一番大事な部分だと思ってます。あとは学生さんや、それから今現役の先生をしていられる方、保育士さんをしていられる方のための講座も、頑張ってやっておりますし、ボランティアさんももっと増えたらいいかなと思ってます。いろんな多角的なご利用をこれからもお願いしたいと思います。お母さん方どうぞ一度足を運んでみてください。どうぞ楽しんでいただければ嬉しいと思います。